は日本の作曲家東京芸術大学名誉教授、三重県津市に生まれる。高校時代、放送委員として様々なクラシック音楽のレコードに触れたことがきっかけとなって作曲家になることを決意し、独学でピアノ練習や公共曲などの作曲を試みる。傍ら、池内と文字郎の元を訪ねて、本格的に作曲理論の勉強を開始する。 1967年、東京芸術大学大学院終了。池内と次郎、八代秋雄に指示。在学中、日本音楽コンクール第一位。類まれな家政官や構造性、真髄を捉えた戦律は、国内外からも非常に高く評価され頻繁に演奏されている。洋楽の伝統を受け継ぎ探求しながら、邦楽においても深く興味を持ち、 法学局も数多く書いている。小高賞、文化庁芸術祭優秀賞、東京都100年記念祝典局優秀賞、イタリア放送協会賞ほか数々の賞を受賞。卒業以来母校で教鞭を取り、1986年度から2007年度まで東京芸術大学教授を、また2002年度から2005年度まで同大学副学長を務めた。日本近代音楽財団。 日本公共学振興財団各評議員。各種コンクール審査員。新実特営、西村明、夏田翔は、長生厚氏、伊藤康秀、小木久保和明、小島富子など、多くの弟子を育てているほか、2000年には、作曲家集団、21世紀音楽の会を結成し、代表を務めている。2019年春の叙勲で、追放中受賞を受賞。 ありがとうございます。